はい、皆さん、こんにちは。ですね、リクエストに答えてですね、アンコール、まあ、おまけですね、ちょっと短いんですけど、聞いてください。これはですね、私がよくサラリーマンの人でもそうです、うちの会社の人にでもそうなんですけれど、全員に言うことがあるんですけど、一生懸命働きなって、お客さん大切にしなさいよ、それからお金貯めなきゃダメだよ、無駄遣いして、みんな使っちゃダメなんだよっていうことを言うんですけれど、なんでそういうことを言うかっていうと、人生でお金がないとですね、嫌なやつってのはめった出てこないんです。ただ全然いないわけじゃないですからね。嫌なやつに頭を下げなきゃならない時が来る。で、それが人生、そういう人生を送ると非常に嫌な思いしちゃうんですよ。だから嫌なやつが来た時、例えばうちなんかは金土なんですけど、本当にこう大切なお客さんを一生懸命大事にするんだけど、中で本当に嫌な客も来るんです。でその嫌な客に、おめえは本当に嫌な性格だねと、おめえみてえやつに物を売るんだったら売らない方がマシなんだと、はっきりこう言える、人生でそれを言えるとスッとするんですよ、胸が。でこのスッとするかしないかで、だいぶ違っちゃうんです。いや、私も10人の弟子がいて、みんなうちのものを売って仕事してるんだけど、売り上げのことで私は文句を言ったことって一回もないんです。それよりも、例えば1000個売ってようが、1ヶ月に1万個売ろうが、もういつもブスブス文句言ってるとか、ね、額にしわ寄せて、口への字に曲げてるとか、そういうやつに物を売るなって、そういうやつが自分の作ったものを触ってると思うと気分悪いんだと。本当に自分が、なんつうの、マルカンが大好きなんだと。そういう人だけが、うちのものは使えばいいんです。それと、人間っていうのは、ご飯食えるようになったら、ね、食えないときはしょうがないし、頭も下げることもある、何もある。だけど、早くそういうの脱出して、今、日本人はもうみんなブクブク太るほど飯食ってて、嫌な奴になんか頭下げることは絶対ないんです。で、それを私はもう最後に言いたいんです。で、そのためには、本当に無駄遣いしない、一生懸命働く、ね、お客さんに対しては笑顔で接する。何のためこういうことをするんですかって言った時、嫌な奴が来た時、おめえなんかに物売らねえよって、この一言、この一言が言いたくて、みんな頑張るんだよ。そしたら、サラリーマンの人でも何でもそうですよ。ね、あんまり横暴だった場合、冗談じゃないよって。こうやって言えなきゃダメなんです。だから、借金して、なんとビル建てた、土地買ったって、借金すればするほど苦しくなって、言いたいことも言えなくなっちゃうんです。ね、言いたいことをはっきり言って生きられる人生、こういうふうにしなきゃいけないの。で、偏屈とは違うんですよ。ちゃんと前に聞いたでしょ。笑顔とかそういうことをしてても、まれに出てくるんです。その時はっきり言える。これができるかできないかで人生全然違いますからね。みんな頑張りましょう。はい、では終わります。